旅ちょっとしゅうチャンネル。皆さんおはようございます。旅鉄道しゅうチャンネルのしゅうちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。先週公開した週1便のレアな電車という動画のコメント欄に、西鉄二日市駅で転線するシーンを外から見たいというコメントをいただきましたので、今日はそのシーンをお届けしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。6時46分発の電車が筑紫発太宰府行きになります。ついでに6時40分発の大牟田行き特急とその後の普通も見ていきたいと思います。この特急は時刻表にもあるように本日の最初の特急になります。まずは花畑行き普通列車が入線します。この車両は急線系で、5線系の置き換えのために2016年から順次導入されている三つ扉の通勤型電車です。西鉄では一番新しい形式となっています。続いて6時40分発の大牟田行き特急がやってきました。どんな車両がやってくるのかと思っていたら、あれ、もしかしてこちらも急線系ですか？最新系列が横並びになったのでちょっとびっくりしました。だいぶ急線系の増備が進んでいるのでしょうね。特急が先に発車します。続いて普通列車も出発します。シーサスクロッシングが切り替わりました。いよいよ筑紫発太宰府行き普通列車が入線します。営業列車では週1回しかお目にかかれない光景ですので、じっくりとご覧ください。
やってきたのは先週と同じくサイコさんの五線形です。やはり外から見る天線風景も迫力がありますね。そして電車は太宰府へ向けて出発します。この電車はホームを出たところで太宰府線へ入線するためにさらに T サスクロッシングを渡ります。なので私はこの電車を通称くねくね電車と命名したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。